皆さんこんにちは、かくすけです。ドッグスレッドサーガやってきます。前回の続きですね。前回ね、このシュナウザーくんがやってきたので、一回走らせてみたいですね。真ん中に向いてる子だったら嬉しいんですけどね。なので次の3日後のレースには出してみます。はい、晴れてて長さは府中くらい。自撮りベルは難しい。クオリティがちょっと下がってますけども、グッドですね。一応岩があって木があって餌もいっぱいありますね。はい、ワンオフドッグ。なるほど。この子と一応ね交換してみます。グッドスノー。グッドスノーだったらいいんですね。はい、スコットモデレートグッドラポートウィズスコート。仲良くなったんですか。よかったよかった。この2匹がね、スティーディーの、いいでしょう。はい、スタート。どうでしょうね、この子はね。間違った。お、疲れましたね。この子結構疲れるのかな、ひょっとしたら。ほい、ほー、はい、大丈夫ですか。しまった。ちょっと日が変わったのでね。しまった。ごめんね、ちょっとね、あげるのが遅かったから。ちょっときついぞ。ちょっと下手だ、下手。ちょっとね、ごめんね。いやー、この前撮ってた時も最後は結構重くなってたんだけどな。はい、はい、っと、はい、君ちょっと、はい、はい、っと。やっぱレベルが低いのかな、あの子は。木がありますか。ちょっと待とうか。君ですね。ほい、間違った。食べるな。よかったよかった。結構お腹空きますね、この子は。お腹空きやすい。下手だ。これがこうですね。この子も人を抜いたら喜びますね。負けず嫌いかな。久しぶりに、あの子のスキルは発動しましたね。食べれる？よしよし。で、おーだー、2位か。微妙でしたね。後ろの人が気切ってる。ブーマンはうまく食べられたらご機嫌度が上がるのかな。これは拾ったものですね。疲れてますね。君やっぱレベル低いのにね、出しちゃったから疲れたんでしょうね。スキルが上がりました。この子は何でしょうね。この子はリードドッグですね。ブーマーミリックスフェバリット。わかりませんか。そうそうそう、多分私は餌をうまく食べられたらだと思いますけども、これは聞けないんでしょうね。聞けないわけじゃないか。みんなのフェバリットがわかる。モンチーは新しい子ですよね。スコートも、スコートがわからないな、全く。聞いてみよう。パーフェクトリータイムキャッチ。この子もうまく食べられたか。ゲットハピネスブースト。ハピネスブーストフロムキャッチングパーフェクトリータイムズスローズ。うまく投げたらこの子はご機嫌になるみたいですね。私の予想としてはブーマーもなんですよね。この子が結構ね、モンチが疲れたんでしばらく休ませてあげようかな。次のこれって出られるんだっけ。もう
まあまだですね。しばらくこのままレースに出ていくしかないですね。うん、みんな仲良くなってる？この2匹は仲良くなってたんでね、この子ももう仲良くなってるかもしれないですね。はい、下がった下がった。で、あと1日だよ。おー、すごい揺れてましたね、さっき。天気は良くて長め。餌が少なめですね。ほい。この子多分まだちょっと疲れてるんじゃないかな。だから今回ロングなんでね、この子に変えましょう。うん、でもローフだな。あれ？あの子が真ん中の方がいいの？君。まあ我慢してね。音楽がちょっと違いますね、いつもと。よし、はっはやってますね。ほい、一番前ブーマ。あー、ちょっと投げすぎたかな。投げすぎましたね。ほい、はい、あ、しまった。母言ってますよね。あー、しまったぞ、餌がないぞ。で、ここが大変でて、君早めに、うん、ギリギリ遅くならずに済みましたね。おいっと、バウ、おっちゅっちゅ。はい、ご飯ご飯、餌、はい、いける。よしよしよし。この子がね、やっぱ餌少ないですね、ここ。結構疲れた時点で餌投げろってことかな。このままじゃ、あー疲れちゃうぞ。あー、やっぱ、うん、よしよし、うん、あ、しまった、これもダメ。よいしょ。いやー厳しいぞ。うん、うん、結構立ってからあげましょう。おい、今頃、よし。ちょっと頑張ってね、君。ちょっと餌がないんだ、しばらく。あ、来た、来た。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、君もどうぞ。疲れましたよね。君、頑張って。バウ。はい。君は結構疲れてる。この子も疲れてる。君はね、さっき疲れたばっかりなんで。よし、餌が来たぞ。君はバウになったから一番前。頑張れ、弱いんだけど大丈夫。うん、あ、追い抜きましたね、あの子が喜んだってことは。あえよあえよ。よいしょ。あー、しまった。こと君もね、走っていいよ、どんどん行っていいよ。おーし、早いぞ、もう行っていいよ。ああ、君は大丈夫、大丈夫。2位、よしよしよし。まあ2位でいいさ、今のところはね。いろいろね、スキルレベルとか上げていきましょう。あ、疲れたね、君たち。そっか、やっぱこのレベルになると疲れるんですね。ブーマーを一応聞いてみますか。多分キャッチ、あ、コンシスタリー、フェバリット戦術、コンジキューティ、キューティーキャッチーズ、わからない。ヘッドボックス。 He doesn't like he... あ、頭に当てられるのが嫌いと。で、キャッチングフード、コンシスト、あれか、あ、違うや。継続的はコンスタントでしたね。出てみます。 Not now ですね。しばらく休憩させましょう。何度も成功してたらなのかなと思ったんですけどね。次はシュナウザーの子を出してみましょう。この子が確か疲れてたんじゃないかな。そうですよね、スコートとこのモンチーを変えてみましょう。ロングですか、ちょっと。
まあ一応行ってみましょう。いつか怪我とかしそうで怖いんですけどね。まあ練習練習、どれくらい溜まったらね行けないかっていうのもねちょっと知ってみたいんでね。うん、はい。あーダメだったか。ほいほい。おーパーフェクト。それ同時に食べたんですね多分。よいしょ。はい。餌がない。ほい。あーダメか。はい。あーダメ。はい。あーパーフェクトでしたさっきも。お、バウバウ言ってますねみんな。ゴーゴーゴー。君疲れてるね。あー餌がない。あ、追加追加で君でしょ、であの子もでしょ、で君も。よし完璧。お、さっきのうまくいきましたね。にっこりしましたね。まだよくわからないなあれ。後で翻訳サイトで翻訳してみましょう。うん、風がありますね。頑張って。ご飯。はい。はい。はい。食べられた。よしよしよし。よし、にっこり。やっぱこの2匹は同じタイミングでね、にっこりするんで、抜くのが好きなんでしょうね。抜くのが。負けず嫌いですかね。ほい。うまく取りましたね、あの子。あれが多分技ですよね。でもバウって言った後じゃないんですよね、いつも。いいぞ。あ、ちょっと失敗。ほい。あー、急がない。まずい。パーフェクトだ。おー、バウ。あ、これ以上いけない。はい。はい、君。君。おー。あの子もなんか不思議な取り方しますね。これゲームの設定かな、ひょっとしたら。よいしょ、個体差ではないかもしれないですね。お、あー無理だった。でももうすぐゴールだと思うよ、この背景。うん、お、ギリギリ追い抜いた。やったね、この2匹大喜びですよ、1位は。よしよし。お、レベル上がりましたね、君。これは拾った数ですね。ハピネス。お、この子今回疲れませんでしたね、モンチーは。ほい。うん、モンチーのフェバリット。はい、プレイ、シングアップ。うん。うん。ザ・ティーンズ。うん。そうですよね。やっぱ追い抜いたらね、喜びます。お、アナザードッグが入れられます。まあ今じゃなくていいかな。疲れてるな君たち。3日後か。次は見送りしよっかな。お、仲良さそうにしてますね、この2匹ずつ。おお、仲良くさしてますね。3か。もう1匹入れます。そしたらね、この2匹とこの2匹ともう1匹で出られるんですけどね。セントバーナード入れたいですね。マラミュートもいいですね。チョコレートラブはもう、あー、ハスキーはいいかな、もう。シープー、シープーって何、シーズーみたいな顔してます。あ、コッカースパニエルっぽいですね。うん。へえ、この子もソリーヌなんだ。でも私としてはね、今セントバーナードが欲しいんですよ。ストロングな子もあと1匹欲しいな。でも獣人の子がね、一応前と中間輪になってくれるんで、やっぱこっち側の、あ、スティーディーはやっぱあの子のね特性が分かってから選びましょうか、この子のね。うん、なのでネクストに行って、次の試合は見送りです。あ、絶対出なきゃダメ。あ、どこのリーグに入りますかっていうやつですね。今は2に入ってますが、3に行ってみましょうか。4匹必要。負けたら 75% はペイメント will be
refunded。 なんかお金払わなきゃいけないとかかな。はい、頑張ろうみんな。結構休んだからね。で、リードですよね、君。ミドルドッグが2人必要なんだ。じゃあこうしましょうか。この子のね、監視役をお願いします。君はね、いいんじゃない。うん、いいんじゃない。行ってみましょう。これリーグ何まで行くあるんでしょうね。とりあえず多分一番難しいレースがあると思うので、それがクリアしたら実況も終わりという形で考えていますけども。食べられなかったね、君。ほい、君多分疲れてるんじゃないの。あの子はね、疲れやすいんでね、結構。ほい、あー厳しい。いける、みんなジャンプできた。よかったよかった。君もね、食べられた今。あー前、この子がおー、バウ、あー君、うん、バウ、うん、こっちでしょ。うん、君にあげる。頑張って。うん、バウ、はい、食べられなかった。あ、嘘嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫君、疲れてる、ひょっとして。まだ、うん。やっぱ4匹となると大変ですね君。あ、君もちょっと先に行こうか。うん、はい。この子がハーハー言ってる。あ、みんな言ってる。これはまずいぞ。2番目の子、あー、モンチー食べられてますね。ほい、君、バウ、はい、行っていいよ。よし、君も、はい、君、お、おー、走りましたね。君もちょっと先行っていいんじゃないかな。うん、ね、全体的にね。バウ、君の能力は何だい？気になりますね、そりゃ。おい、あー、ごめんね。頑張れ。君もね、2位だよ。君たち勝ちたいんでしょ？あー、惜しかったね。後ろに、ちょっとだけ早く行ってましたね、後ろの人。そっか、ブーマーと仲良くなりました。やったね。うん。もうブーマー疲れまくりですよ。これは休ませてあげないと。ここでいっか、とりあえず。バーキング。ホエールかな？うん。じゃあ、ユニークスキュー、ジャストカムアウト。うん。うん。あ、スキルレベル？ベースで。ホエール確率とかかな？You put a finger on each dog skill if you are obsessed with them。 指でドッグのスキル、 if you are、 指でなんかしたらね、多分スキルが発動されるんですよね。私としては多分前に済ませたらとかと思ってたんですけど、わかりませんね。この子はね、前に進ませたら行くんですよね。君のことはまだ分かってないよね。ん？フェバリットシング、あ、プレイシングアップですね。うん、分かってないですね。休ませたいな、この子。うん、早く知りたいな、あの子のスキルっていうかね。うん、得意な場所ね。次3匹でしょ。ここ3匹で出すか。 2.3 だけどね、疲れ。ロングか。見送り、今回見送りです。とにかくみんなを休ませます。なまったりするのかな、体。そのあったりしますよね。お金が、お、ハピネスアップ、やったね。お金が一気に減りましたね。うーん、そっか。多分さっき負けたからですかね。よし、これ出てみましょうか。君多分、あ、君は大丈夫か。リード、あ、この子もリードだったんで、これで行ってみましょう。
ブーマ疲れてるんでね。頑張れ君たち。うん、大丈夫だね。君がね、お腹空きやすいんだよね。ほい、いいんじゃないこれ。オッケー、おいしょ。いいでしょ、よし。アイオン、アイオン。おい、おい、バウ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 。おお、いけない、いけない、いけない。お、いけた、よかった。前を済ませたら、あの子はスキル発動できるかな。君は前、後ろ、いや、前だな。いや、わからないな。スキルの種類もわかってないですからね、今のところ。うん。はい。はい。はい。おー、やったね。お、パウ。はい。前開けてあげよう。前ね。オッケー。あれ、オッケーって言ったけど走った、さっきそんなことなかった。モンチーズスキル、なんでしょう。お、これさっきビョンってなったの。うん、まだ頼んでますか。あ、入ってますね、君たち。おいっと、君はお腹空いてる、お腹空いてるっぽい。おい、よし、走りましたね、抜きました、いいぞ。お、1位じゃん、やったね。君たちもやれますね、ブーマーがいなくても。ブーマーお疲れなんでね、今。うーん、お、仲良くなりましたね。やっぱね、新入りとも仲良くしてくれるのはいいことですね。スキル、うん、スキル上がってますね。普通にスキルって言いましたけど。あ、真ん中はナチュラルですか。でも分かりましたよね。お、スキル、あ、スコートはあれなんですよ。これはアイオン、ライト、イーター、あ、スキル、ペン、ハ、スキル、キックス、イン、うん、セキュア、エンターイン、エネルギー、エネルギーエフェクト、ん、エフィシエントモード&タイヤスローリーフォアタイム、うん、ライト、イーター、フィギュアエンターオン、エネルギー、あんまり疲れなくなるのかな。うーん、ライトイーターなんでね、うん、あんま疲れなくなると思いましょう。うん、どうしよっかな。あ、あ、そういうことね、新しい子。ちょっと待って、この子のこれ、エーブル、あ、ホエル、やったね。まあ、やったのかわからないですけど。ああ、やっぱスティーディーの子は後ろなんですね。まあ、この子もナチュラルだからまだいいですけど、ミドルが得意な子が欲しいな。ストロング、うん、あ、いくつかもう知ってるのがある。スキルはライトのあれですね。フェバリットはコンセプキャッチ、あー、ブーマーと一緒ですね。ライトイーターはさっきのアーオンのあれですね。うん、あー、プレイシングアップで喜ぶこの子ね。ノー、うーん、ノー、パーフェクトキャッチね、この子は。コンセプキャッチね、どうしよっか。ノーンってまだわからないってことかな。ちょっとどうなのかわからないですけど、うん、私としてはこの子を入れたい。ノーン、ノーン、オベリエントでしょ、従順な子でしょ。うん、この子でいきます。イエス、オッケー、いらっしゃい。モルティ、うん、モルティですね。うん、どうでしょう。あと1匹ぐらい入りそうですね、普通に。よかった、5匹だけだと思ってました。じゃあ次は、
彼は大丈夫大丈夫ブーマー重要なんですよね。ちょっと考えておきますね。それでは時間もいい感じなんで、今回はこの動画終わります。ご視聴ありがとうございました。